とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、この装備作りました。使ってみようと思います。これ、ウィザーのアーマーの、ソウルビルド用のやつですね。黄金に魂の袋。で、エンチャントが、ソウルフォーカス、クールダウン、ポーションバリアとなってます。これはね、6% 吸収だから、流れ込む魂がいらないかなと思うんだよね。なので、弓には流れ込む魂ではなくって、衝撃。そして、ツタの鞭をつけてます。うん、ツタの鞭で瞬間火力を上げて、で、衝撃付きの夜の棒で敵を近寄らせない。そういう感じですね。実際、どうなんだろうね。使ってみないとわかんないですけども、とりあえず今日はこれをやってみましょう。それでは、デイリー1のところに行きますね。ペットの数が3人固定と、プレイヤーが輝きを持ってる。で、モブダメージが 50% 増加しちゃうっていうところです。行きましょう。おいおい。えらいこっちゃだな。ちょっと待って。すっごい戦いにくい、最初から。いやー、ちょっと待って、危ねー。でも最初のソウルダメだな。あー、オッケー。もう溜まった。うん。ちょっと戦えばね、ほんとすぐに溜まるんだけども、そのちょっとがね、ちょっと難しいとこなんだよな。最初の何発か弓を当てさえすれば、ソウルは全部ね、溜まるんだけども。オッケー、オッケー。行きましょう。これってさ、ちょっと待って。まず、普通の矢筒では回復しないのか。普通の矢筒では回復しません。ちょっと待って、回復してる。ちょっとわかんないけども、でハーベスターでは回復するのかな。ちょっとわかんない。まあまあ、とりあえずキャプテンをちょっと倒しながら、様子を見てみようか。あ、いたいた、そっちかい。神秘。なんだ？ん？あ、も、プレイヤーダメージ 40% 減少ですね。オッケー。あ、で、ちょっとダメージ受けさせて。オッケーね。あ、ハーベスター回復する。うん。ハーベスターは、回復するみたい。うん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 。まあ、普通の矢筒は回復しないけども、の弓の攻撃プラス、ハーベスターでガシガシ回復していくんで、大丈夫だわ、使える。で、流れ込む魂と違って時間差がないから、より安全かもしんないね。まあ、回復量はね、流れ込む魂の方が多分多いのよ。全然多いと思う。でも、こっちはもう直で回復するんで、いや全然ダメージ食らってるんだろうけども減らない。もう食らったその場でほぼほぼ回復していくんで、あ、これは強いかもしんないぞ。これ結構おすすめできるかもしんない。あ、よかったよかった。一応ね、ソウルフォーカス2の、危ない。2のね、263のウィザーは持ってたんですよ。で、それで使おうかなと思ったんだけども、まあ一応ギフト会でも、渡せるように、新しく作ってみました。あ、作ってよかった、これは。何？プレイヤー HP20% 減少。いやいやいや、結構きついな。まあ、60% 減少じゃなかったから、まだマシだけども、プレイヤーダメージも減ってるし、これは、ちょっと時間かかるかもしれないな。まあ、とりあえず、キャプテンは、あと、1、2体いるかもしれないんですけども、進んでいきましょう。あ、レッドストーンゴーレムか。いや、痛い痛い痛い。痛いって。キャプテンはいないのかい？
できれば、おっ、いった、危ねえ、なんかダメージ受けたけど、まあまあいいや。キャプテンはいないのかい。できればいてほしいんだけども、こっち側もいないよね。もしかしたらもういないのかもしれませんね。中間地点過ぎました。いや、あそこ中間地点でもないな、もう終盤だよね。過ぎたんだけども、どうもキャプテン、いそう、右になんか道があったね。これはこっちにいるでしょう。いたー、ナイス。何が来るかな。やば、危ねえ、危ない危ない危ない。いやー、脅威か、脅威でしたね。いや、もういないか、もしかして。まあ一応探しましょうか。なんかもういそうにない気がするんですけども、いなかったね。もうボスです。ボスっていうか強制戦闘だね。ここもなんかね、ボスが出てきてくれれば面白いんだけども、ここボスいませんもんね。強制戦闘のみ。でやっぱ球根のね、回復量えぐいね。これは何も言えない。よし。で、これ全然、ウィザーでもいい。まあ、確かにね、火力はね、若干落ちる。若干落ちるんだけども、生存率抜群だね。その場でね、どん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 回復していってくれるので、全くね、ピンチがない。まあ、全くないってわけじゃないけども、ピンチになる数が圧倒的に少ない。これ、弓に、衝撃を入れずに流れ込む魂でもいいかもしんないね。衝撃だったら敵が寄ってこないんだけども、流れ込む魂だったら敵は寄ってくるよね。だからハーベスターは当てやすい。し、敵を倒した時にソウルで回復するのでいいよね。いや、敵出ないな、おい。あ、そっちにいたんかい。なるほどね。衝撃でぶっ飛んだのね。まあまあ、そういうこともあるんだな。はい。ということで、今日はですね、これ、ウィザーのアーマーでソウルビルド、やってみましたけども、向いてる。ウィザーのアーマーはソウルビルド合いますね。火力特化だと、ソウルダンサーのローブの方がいいんだけども、これぐらいの火力でも全然使える。ウィザーアーマーの魂の袋、そしてクールダウンポーションバリア、ソウルフォーカスですね。30% 上がるだけでも全然強いので、おすすめできます。やっぱ直でね、そのまま HP を回復してくれるので、すごくいい。まあ、ここ衝撃を流れ込む魂にしても、全然いいでしょう。いや、よかったよ。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。